ある日の放課後。ねえプリン、これはもう釘打って組み立てていいパーツだよね。どれ？いいわよ。よし。って、ちょっと待って。釘は私が打つから。心配しなくても大丈夫だよ。いいから貸して。セルフは板押さえててくれればいいからね。ね、はーい。釘打ちたかったな。これでよし。あ、プリン上手。それほどでもないわよ。上手だよ。こんなまっすぐ綺麗に打てるんだもん。じゃあ次の釘は私が。次の釘も私がやるから。まあいっか。電動のこぎりで秘密基地の壁にする板を切り揃えようっと。電動のこぎり、ダメ、絶対。ほえ、うっちゅう。ブレスユーニャー。ジョボコちゃん、今のくしゃみ？ハクションじゃないんだね。アメリカではアチューなんですよ。へえ、アチョー。なんかかっこいいね。大丈夫か、ジョブコ。夏風邪ですか？風にはネギがいいよ。ナンセンス、非科学的。それが科学的にもネギの成分は風邪のウイルスに対して殺菌効果があるらしいわよ。Really？そんな論文を読んだことがあるわ。後で詳しく教えて。ネギは美味しいにゃー。ねえ。あのジョブコさん、ネギもいいですけど、具合が悪いのでしたら念のためお医者さんに。 Thank you, Takumi. But no problem. ちょっと体が冷えた。